I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people, and this is the continuation of Cyber Sleuth. Please enjoy. オタク、なんともなかったんだな。お、俺か？ま、見ての通り、こっちも一応問題なしだ。強いて問題を探すとしたら、ノキアのやつかな。資金には刺激強すぎたはずだぜ。ま、ほとんど自業自得だけど。にしても、あの化け物。初めて見たぜ。なんとなく噂には聞いてたけどよ。他のデータを捕食する危ねえプログラムがあるってな。あの後運営に問い合わせてみたんだが、知らぬ存ぜぬの一点張りだ。どう考えたって不自然だと思わないかな。あんなもん、運営が気づいてないはずないだろう。Sorry. どうにも気になるんだよな。ちっとばかし、本腰入れて調べてみっかな。Also, if you think my mic is too loud, let me know. 少なくとも、公式のイベントや底辺ハッカーの悪ふざけってんじゃなさそうだ。ん？俺がハッカーかどうかって？まあ、それは、なんつうか、あれだな。まあ、あれだ。あっと、俺、約束があったんだった。そんじゃまあ、行くわ。また、そのうちな。Okay, let's...お前こんなところで何やってるんだよ。おふくろさんとこ行ったんじゃねえの。海外、あー、なんつう国だっけ。
なあ、さくら、どこだっけ？そうだね。グッバ、絶対ちげえよ。つうかそれ、外国じゃねえよ。日本だよ。そったく、最近ずっとこの調子だよ。なんか地味犬にハマったらしくてよ。四六時中地味犬地味犬うるさかったと思ったら、今度はこんなだよ。家じゃずーっと地味犬の PV 見てるらしいしよ。さすがに心配だぜ。つうか、お前だよ、お前。海外行かずに何やってんだ？で、電脳探偵？なんだそりゃ。なんか、すげえ熱くなる響きだな、電脳探偵。なあ、さくら、聞いたかよ。こいつ、電脳探偵になったってよ。おい、おいってば。サワサワ。うわあ！今ならいけると思ったんだ。つうか、お前、地味犬知ってんの？バンドだよ、バンド。なんか最近地味に売れてんだぜ。何がいいんだか、俺にはさっぱりわかんねえけど。まあ、曲はそこそこ良かったりするけどよ。とにかく、お前が電脳探偵になって、学校サボりまくってるってことはわかった。送別会したのにな。俺、泣いちゃったのにな。けど、これからもお前に会えるなら、いっか。な、さくら。まあ、そういうこった。先頃目撃された君の姿も大した騒ぎには発展しなかったようだな。その様子ならば君も大手を振って街を歩けるだろう。ところで話は変わるが、君に新しいエデンアカウントを用意した。現在君のアカウントはエデンネットワーク上で正しく認識されていない状態だ。そのため通常手続きでエデンにログインできない。コネクトジャンプで侵入できるとしても不正なアカウント扱いではまともにサービスを利用できない。そのような状態では職務にも差し障る。今後は用意した新規アカウントでログインしたまえ。さて、そろそろ時間だな。仕事の時間だよ、ジョシュ君。クレミ探偵事務所はこちらでしょうか？約束した時刻通りか。なかなか優秀な依頼人のようだ。ようこそクレミ探偵事務所へ。どうぞお入りください。
失礼します。あなたは。ほう、君たちは知り合いか。いえ、知り合いというほどでは。まあいいでしょう。依頼人の山下優子さんですね。はい、私が山下優子です。では依頼内容を伺いましょう。そちらのソファーへおかけください。はい。私の父が消えてしまいました。消えたとは？行方不明になってしまったんです。探偵さんには消えてしまった父、山下誠を探し出してほしいんです。お父様に関する情報はありますか？はい、父の基本的な情報はこちらに。データを送ります。ですが、その中で手がかりになりそうなのは、父が使っていたエデンのアカウント情報くらいで。アカウント情報を問い合わせると、現在もアクティブな状態なんです。でも、呼びかけても応答しない。全く反応がありません。父を見つけ出してください。わかりました。お引き受けしましょう。よろしくお願いします。ではすぐに調査を開始しましょう。進展があればお知らせします。連絡先を教えていただけますか？いえ、その必要はありません。しばらくしたらまた来ます。それでは、これで失礼します。なるほどな。山下誠のアカウント情報が確認できた。結論から言えば、このアカウントは何者かに乗っ取られている可能性が高い。アカウントの動きに不自然な点が多々見受けられる。同時に複数の山下誠がエデン内を確保していた。最近巷を賑わしているアカウント狩りに間違いない。君にはまず現在もアクティブな山下誠のアカウントの追跡から始める。アカウントの乗っ取りは往々にして組織的な犯行であることが多い。エデンで聞き込み調査をすればアカウント狩りに関する情報が何かしら得られるだろう。出番だ、ワトソン君。エデンへ赴き、聞き込み調査をしてきたまえ。
行くぞ。みんな行くぞ、みんな。君がいてくれてよかった。行くぞ、みんな。ダメだよ。
行くぞみんな。タイミングで来たね。ほら、あそこ見てみ。あれがメフィストさんだよ。乗っ取ったアカウントはあの人が直接買い取ってくれるんだよ。おう、もう行っちゃうのかい？ちょっぴり決まっちゃってる人だから、気をつけ。アカウント、早く。残せ、うん、アカウントアカウントは早くあかあもももももももちょ、君、メフィストさんに何したの？メフィストさん…もも…待ってきせないでさ、うん、お、落ち着いてくださいよ、メフィストさんさん。ほら、しっ…Yeah.
部屋。なるほど。無事で何よりだよ。しかし、なかなか面白い顛末だったようだな。デジモンをコレクションする人間がいるんだ。その逆もまたしかりか。人間のアカウント情報をコレクションするデジモンがいても、何ら不思議はないのかもしれない。しかし、そのメフィストさんとやら、刺激していたはずのデジモンに、精神データを完全に乗っ取られていたようだな。現実世界における影響を確認しておきたかったところだが、今回の調査とは無関係。またの機会にしよう。デジモンが集めていたアカウントは撃破によって解放された。山科誠のアカウントもね。ご苦労だった。事務所に戻ってきたまえ。主従の関係はいつでも逆転の波乱含みか。そう思わないか、ワトソン君。山科誠のアカウントが解放されたおかげで、アカウント情報をサルベージすることができた。現住所もすでに確認済みだ。その過程で入手した家族構成を調べてみたところ、面白い事実が。依頼人山科優子とここにある娘の情報が明らかに食い違っている。やはりと言うべきか、あまりにも浅はかと言うべきか。君にはまだわからないのかどうやら我々の主従関係はしばらく安泰だな。とにかく山科誠の現住所へ向かうとしよう。失踪中の山科誠の住まいに一体何が出てくるか確かめてみようじゃないか。はい、どちら様ですか？こんにちは。こちらは山科さんのご自宅で間違いないですか？そうですが、あなた方は？いえ、実は人を探していまして。失礼ですが、あなたのお名前を伺っても？え、私は山科誠だが。では、山科誠さん、一つお聞きし、この近くで行方不明者が出たらしいのですが、その人物に心当たりなどは？行方不明になった人物？いや、私には全く心当たりないが。そうですか。ご家族の方にもお話を伺いたいのですが。あいにくだが、妻も娘も外出していて。娘さんは今どこに？パパ、どうしたの？ああ、帰ってきたか。ちょうどよかった。お前と話をしたいって人が来ていてね。これが娘のチカです。え、何ですか？こちらが山科さんの娘さんですか？いや、チカ一人だが、どうしてそんなことを？あなたたち、一体何なの？それが、この近くで行方不明になった人がいるらしいんだ。お前、心当たりあるか？行方不明？知らない。聞いたことない。だそうです。すみませんね、力になれなくて。いえ、ご協力感謝します。おかげで、必要な情報を手に入れることができました。ところで、山科さん、お気づきでしたか？あなたのエデンアカウントは。エデン？しかしご安心を。すでにアカウントは取り返してあります。使用しても問題ありません。ん？山科誠さん？帰ってください！ん？いいから、早く帰って！行方不明者のことなんか知らない。
強引に追い返されてしまったな。その分、得られた情報は大きかったようだ。山科誠の本当の娘は、この山科ちとなると、あの依頼人は山科誠の娘を語って依頼してきたということだ。語った理由について、大して興味はない。だが、依頼人が山科誠の何を探りたいのか、大いに興味をそそられるところだ。そして、気になることはもう一つ。まあ、それは置いておくとしよう。依頼人は、また事務所を訪れると言っていた。お楽しみの到着を、コーヒーでもすすりながら待とうじゃないか。さあ、事務所へ戻ろう。どうも。来たか。予想していたより随分早い。やはり。どうぞソファーへ。調査は終了しました。結果を報告しましょう。あ、と、以上が今回の調査結果です。アカウント狩りには、ザクソンというハッカーチームが絡んでいました。ザクソンが。山科誠は行方不明でも何でもなく普通に生活しています。娘のチカと妻と3人仲睦まじく。では今回の調査はこれで終了とさせていただくが、よろしく。はい、問題ありません。いつでもどうぞ。次はぜひ本名でいらしてください。上白優子さん。